えー、怖っ。あー痛い、そこ脇の下が痛い。ガンガン行きましょう。本間先生、ガンガン行きましょう。よだれ出るわ。脇の下いて、あ、あそれバランス落ちそう。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日はですねピース整体にやってきまして、これから初めてのカッピング体験をやっていきたいと思います。はい、カッピングはどういうものなのか、カッピングをしたらどうなるのかはやりながらやっていこうと思います。はい、じゃあ本日の先生先生紹介。あ、はい、そっち行っちゃって。先生、先生、あっち行って急に振るからカッピングをやってくれる先生。はい、こんにちは、本間と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本間何くんですか？本間ガクトです。本間ガクトくんです。はい、ガクトくん。おー、事務所一緒。まこと事務所一緒の。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは何やっていくんですか今日は？カッピングですね。オッケー。はい、じゃあどこやるかは決まってないので、はい、なんか見ながらやりながら。麻痺してる人には初めてですか？初めてです。じゃあそれもやりながらやっていきましょう。はい、はい、はい、大丈夫ですか？うん、大丈夫。よし、はい。さっき問診の時に、うん、デスクワークが多かったりとか、車椅子で腕周り、肩甲骨とか上半身使うことが多いので、うん、こっちの僧帽筋っていう大きい筋肉と、うん、肩甲骨周りのちっちゃい筋肉の緊張がすごい出てるので、うん、ここら辺をカッピングをしていければ症状的にはすごく楽になるのかなと思うので、はい、これからやっていきたいと思います。はい、はい。本来であれば女性の方はこういう後ろがマジックテープで剥がせるような服を着ていただいているので、そこだけはご安心ください。今日は特別です。今日は特別です。はい、よし、じゃあ早速やっていくんですけれども、最初こっちの肩甲骨の内側の部分を全体的にカッピングしていきたいと思います。それが終わったらこっちの脇の下まで流しながらやって、最後に首回り、はい、さっき言った僧帽筋のところですね、やっていきたいと思います。カッピングって結局何なんですか？カッピングっていうのは筋肉と筋膜があるんですけれども、筋肉の上に筋膜がこう重なっているような状態で、その癒着を剥がすっていうイメージなんですけれども、うん、引き上げて筋膜を筋肉から剥がしてあげる。なるほど。痛いと思うんですけど。まあこの道具を使って中を真空状態にするっていうことですね。ああ、分かりやすく言うとそうですね。はい、で、こう、お、引っ張り上がってる。はい。それで引っ張り上がるから、はい、皮膚がこう浮き上がってるのが分かると思うんですけども。痛いところがくっついてるのが強いところ。そうですね。この癒着が剥がれると血流の流れが良くなったりとか、あとは筋肉の状態がすごい良くなるので、可動域が上がったりとか、肩甲骨のこの内側やるだけで肩関節の可動域が上がったりするので、まあ俗に言う筋膜リリースみたいな。筋膜リリースってよくコロコロとかでこうリリースするっていうのが一般的じゃないんですけれども、まあ多いと思うんですけれども、これは本当に逆で引っ張って剥がしてあげるっていう、この皮膚が浮き上がるような感じですね。さっきよりも楽になった？うん。これ同じことしてる、ずっと。すっごい赤いんですよね。これが癒着があればあるほど、そこに血が溜まってしまうので赤みが増してきちゃうっていう、レッドスキン形ですね。現在レッドスキン。どれくらいで戻るの、赤いの？赤いのは2日、3日ぐらいで戻るんですけど、人によって個人差すごいありますね。こっちと感覚違いますか？あー、痛い。硬いね、右。もう全然柔らか。どうです？
やってもらった方は柔らかくて、右がめっちゃ硬いのがもう触られてわかる。そんな1回2回で刺されちゃうの？そうですね、人によっては全然剥がれない人とかもいるんですけれども、皮膚の状態が良かったら剥がれやすいですね。皮膚が硬いっていう人もいるので、これを次こっちまでいきますね。じゃあ日頃の行いがいいんじゃないの、まこさんは。剥がれやすい、剥がれやすい、剥がれやすい、やってもらってるって言ってもらってるかな。こっちの方が痛いと思います。これでもまだあの弱いんですよね、吸ってる強度が。ジャック 3段階でやれるって言うんですけども、ジャック、チュー、強でやれるんですけど、これジャックですね。でも別にジャックで十分ってことですよ。ジャックでも十分です。人によっては痛すぎて逆に筋肉に緊張入ってしまうって方もいるので、これは上手になるんですね。怖っ。あー痛い、そこ脇の下が痛い。ガンガン行きましょう。本間先生、ガンガン行きましょう。よだれ出るわ。脇の下痛い。あ、収まった。うん、ちょっと良くなった。右か左、右と左で今動かしてもらって、多分左の方がすごい、もう的には。ああそうだね、上がりがさ、はい、耳に寄せれる感が出てる。今あとなんか詰まってる右が、うん、左がこうちゃんと下からついてきてくれる感じがする。背中から腕上げやすい。ああめっちゃ上げやすいし、首上げた時にちょうどその僧帽筋の付け根、首の付け根のところに右は塊ができるね、しこりみたいな、左は何もない。おお、オッケー。じゃあ右も行きましょう、ガンガン。はい、行きましょう。これなんか水玉との違いは何なんですか？水玉との違いはシリコンでできてるので、関節だったり、あとは一番の特徴はつけて動かすことができるっていうのが一番の特徴だと思います。なんかおばあちゃんとか昔あの茶碗とかにあのろうそくの火入れ、なんか中を温めて、はい、こう皮膚にくっつけるとあの中の空気が冷やされて真空状態になるから、こう引っ張られて皮膚がね、湯飲みをそのまま茶碗とか湯飲みをつけておくっていう方法があったの。あとガラスの、それが波及してガラスの水玉って、あのバルブ点々点々、そうそう、つける。そうです、そうです、だからこれがそれの要は進化版みたいなイメージ、はい、動かせるバージョン。動かせますね。そうそう、もちろんつけっぱでもできるしみたいな、はい、あとはガラス製じゃないのでスポーツ現場とかにもこれ1個持っていけばアップとかにも使えます。なるほどね。いろんな使用用途が広がった、はい、ということですね。そうですね。ということです。痛い、痛いです。右利きですか？右利きです。効きそうですか？効きそうです。あのちょっと痛くなってきた、痛くなってきた。痛くなくなるのがさ早いんだよね。でもなんかそうなん、数回やると痛くなくなる。マッサージが結構ずっと痛いイメージだけど。ああそうですね、持続されて痛いっていうのがありますよね。ちょっと我慢すればでもこれもやっぱ人によって違うんですよね、うん、やられててももう痛みがずっと痛い痛いっていう人もいるんですけども、うん、皮膚の緊張状態で変わるっていうのはちょっと僕個人的にはあるのかなっていうふうに思ってますね、うん、すごい肩落ちたわえどんな感じ、ちょっと上げたり下げたりしてみて。このタイミングだと難しいです。あ、でも首がさ長くなった気がする。肩が落ちて首が長くなる感じ。そう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 。張ってた僧帽筋がさ、なんか鍋型になった気が。動かしやすさとかは？めっちゃ動かしやすい。首は首。首？
っ張りはあんまないけど、でもリボだね。うん。でもすごい軽い、うん、肩は。でこれ正味20分ぐらいしかやってないんだよね、実際の施術は、うん、それでこういう風になってるから、それはそれでいいんじゃない、時間が短いっていうのは。いいと思います。うん。それでおいくらなんですか？4000円です。最安でね。最安。え、時間なのそれは？1回、あ、ちょっと俺え、1回4000円です。1回30分で4000円。回数券、はい、回数券買うとだっけ、安くなる、はい、そうそうそう、いいと思います。その価値はある、あるあるある。ちょっとおでこ赤くなったけどね、ちょっと後はね、ついちゃうけど。いいんじゃない、はい、気持ちいい。まあ他にもいろんな部位やってみて、うん、どうかっていうのを試してみたいよね。うん、試してみたい。うん。じゃあ残りもちょっとやってみますか。はい。ピース生態。はい。この時。フラピース。あ、どうですか。感覚的には座れてる感覚とかは。ああ、なんか押されてる感じしたから。でもアップしてすごいですね。この測定筋の張りがもう、はい、すぐなくなりますね。体質っていうのもあるんですかね。触ってほしかったですね、最初に。自分でやるようにせば。そう、だって資格いらないならできるの、はい、で自分のことするなら何でも資格いらないから大丈夫。オペも自分でやるなら。はい、ということでカッピング体験終わりました。はい、とても良かったです。ぜひ興味ある方、ピース整体のどうやってお問い合わせしたらいいですか？インスタグラムと LINE もありますし、あとはホームページもピース整体鶴岡で調べてもらえれば。わかりました、はい、じゃあ、そら辺は概要欄に貼っておきたいと思うので、皆さんぜひピース整体に来てみてください。あ、カッピング以外にも整体も、はい、整体もありますし、得意なことね、うん、あとはオイルもあるので、学生だったり、あともちろん一般の方でも大丈夫です。ぎっくり腰とかでも、はい、で、ぜひ皆さんいらっしゃってください。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけるのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとう。ありがとうございます。